アメリカの水爆実験で被爆した第五福竜丸の乗組員のカルテが見つかりました第五福竜丸の乗組員23人は1954年3月アメリカが行った水爆実験で爆心地からおよそ160キロ離れた場所で被爆しましたこのうち7人が東京大学附属病院に入院しましたがカルテは保存期間を過ぎ破棄されたことになっていましたところが先月 情報開示請求があり確認したところ、2人分のカルテが見つかりました。カルテには体温や血液の検査結果などが書かれていて貴重なことから、東大病院はできるだけ早く展示館などに移管したいとしています。